2022年10月28日6時48分材木坂から、立山駅から美女平まで登ります。今日は晴天、非常に空気も澄んで、絶好の登山日和だと思います。前日も晴れて土も湿った感じが全くない状況ですね。気温は、まだ10度前後でしょうか。8度9度から10度前後、まだ全然雪は降る気配なしです。まあ、ただ、室堂近辺の紅葉がまあほぼほぼ終わりと、今現在は御手ヶ原近辺が紅葉の、ピークということで聞いたので、それを見に登りたいと思います。できれば天狗平まで、向かって見ていければと思います。